3月11日水曜日、時刻は4時を回りました。アジクーターラジオ、アジラジ生放送の時間です。今日も沖縄市中央パークアベニューからこの後6時まで2時間お送りしていきます。お相手は DJ モーリーとアレランです。はい、今日もよろしくお願いします。あのね、さっきまで OK できたサーバーの、うん、ツイキャスのサーバーの、うん、サーバーの接続が切れましたみたいな感じになってたから、ダメなのかなと思ったら大丈夫ですね。はい、よかった。今日もツイキャスユーストリーム配信やってますので皆さんよろしくお願いします。はい、テンション低く。じゃあのびっくりしてね、あの、うん、見れれんだと思って、見れれんだ、焦ってしまったもうよ口の中、はあ、口内炎だらけですよ私。ちょっとね、体調崩して皆さんも僕もそうだと思いますけども、うん、あなたも体調崩してますよね少しね。毛利さんもでしょやっぱり、はい、毛利さんも若干今日暗いんだよね入ってきて暗いわけよ。やっぱなんか分かるよね、やっぱりもう1年2年、さすがに2年目一緒にいるとさ、うん、空気とかで分かるようになってきた。モーリーさんが今日ちょっと今日元気ないなっていうのとかね、はい、そうですよね、もうお互いに ね、じゃあ今日はもう傷を舐め合う感じで頑張りましょうやっぱさ、この時期冷たくなったり、うん、時に乾燥したりとかでさ、うん、そうなのよ、急に昨日寒くなったしね、寒くなりましたね、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、はい、くれぐれもね、うん、風邪をひかないようにと言いたいところなんですけども、はい、もう冷えてしまったら、うん、まあその後にね、はい、休むということが必要だと思いますけれども、うん、3月の11日ということで、はい、今日は、はい、もう昨日一昨日、まあ、特に先週ぐらいからね、うん、新聞の報道なんかでも、うん、東日本大震災のことがそうだよ、書いてまして、はい、で今日一日ももう朝からね、うん、この時間帯にかけて、でさらにこの後夕方以降もですね、うん、報道があると思いますけれども、はい、このアジラジでもですね、うん、リスナーのアルゴガルスキーさんが、おー、アルゴさん、実は昨日から宮城に行ってて、あ、そうなんですか、行ってるんですよ。これはボランティアとかでですかね。これはもう本人のもう強い気持ちで、え、アルゴさんってすごいね、すごいね行動してますよ本当に。熱い男だね熱い男ですよあ、そうなんだ。でまたそのね、宮城に行って、で現地の人とこう話をしながら、うん、でまたアンケートなんかをね取って、アルゴさん、アルゴさんがどうしたの、めっちゃかっこいいんだけど、どうしたの。いやもうずっとね、この誰かのためにとか世の中のために何かできないかなっていうことをずっとこう話していらっしゃってて、でいつかこういう企画をねやりたいと、うん、で実際昨日宮城に向けて飛び立って、フェイスブックなんかでもですね、現地の様子を伝えてましたけれども、このあとね、また夕方5時半ごろに、アルゴさんと電話つなぎをしまして、あ、そうなんだ、そう、で宮城で感じたこととか、うん、また宮城の人と触れ合ったことをですね、うん、話していきたいなということなんですね。はい、はい、まあ、僕らがね、できるコミュニティができることって限られてますけれども、うん、こういう形でリスナーさんが現地に向かって、すごいね、3月の11日の今日のね、うん、様子をですね伝えてもらうということも考えておりますので、はい、なので今日の番組のテーマフリーでお届けして、皆さんから自由にね、はい、コメントもしていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。メッセージ宛先はこちらでお願いします。761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までよろしくお願いします。さあ今日のオープニングいきましょう。桑田佳祐、明日晴れるかな。キイちゃんだ、嬉しい、キイちゃんありがとう、嬉しい、いつもありがとうね、キイちゃん。こうやってどんどんリスナーさんが増えていくのはね、ありがとうございます。こうこの曲、ドラマの主題歌でしたっけ。そうだった、なんだっけ、プロポーズ大作戦だっけ。おー、そうなの。ヤマピーと長澤まさみのあれさんのじゃなかったですか、確か。あんま見てなかったんですけど、結構人気があるドラマだったような。
ちちさん、こんにちは。リスさん、リスさん、今週土曜日工芸フェアから生中継あるのですかということですが、森さん、何ですか、ね、土曜日においてい工芸フェアから 生中継があるんですか。そう、問い合わせ、うん、生中継あるようです。今週土曜日、もちちさん、ミュータンで人から中だからもうちょいしたら観覧。うわ、かっこいい。あれか、分かったよ。ミュータンで人から中。はい、ミュータンで人から中、わかる意味。ミュータンで一人から受け中。うん、すげえ、そうやって使うんだ。ミュータンっていうから大江健太の前の芸名のことかなと思った大江健太1回1つっていうコンビ組んでて、養成所に、うん、解散して、うん、ミュータンと大江でピンやってたんですよ。うーん、リスさん了解、ありがとうございます。キーちゃん、先週沖縄行きの航空券を買いました。映画祭でお会いできると楽しみにしております。ああ、ありがとう。映画祭がね、25から29まであるんですがおそらく私たち沖縄芸人は、国際通りの三越跡地に、沖縄花月っていうのがあって、その中のお化け屋敷の中にいると思います。で、私はエレベーターガールをやってるので、表に出てるので、ぜひ遊びに来てください。よろしく。すごい、沖縄行きのチケット買ったんだ。じゃあキーちゃん、2回、今年入って2回目だね。早くも沖縄来たの。ありがとう。エレガ、そう、エレガ、エレガなんだよね、エレベーター側の略って。エレガかっこいい、やつエレガですよ、エレガ。ここの部分好きです私、子供の声がするの。アジクータラジオ、今日のオープニングは桑田佳祐で明日晴れるかな、お送りしました。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックソートバンク中野町の提供でお送りします。あ、リクエスト曲があるみたいですよ。はい、猫マジ、猫マジ？私はエレガ、私はエレガっていうタイトルなのかな。わかりますか？っていう曲、私はエレガ、猫マジで私はエレガ、もしあればお願いしますということです。ないみたいか。初めて聞きましたね。うん、私はエレガ。すいません、ないみたいです。ごめんなさい。
さあ今日も沖縄市中央パークアベニューからの生放送となっていますけれども、はい、パークアベニューから見える国道330早くも渋滞が始まっておりまして、ね、ずっと混んでるよ。私今日那覇から来たんですけど、はいはいはい、なんかずっと混んでる感じ、うん、今の時間330から八木丸の方面かな、はいうん、からずっと来てるんだけど混んでたね。ある一定のところだけかな、イオンの方かな。イオンの、そうだね、あの近辺イオンの方もそうなんだけど、うん、330、私、三越の裏の330から来たんですけど、うんうんうん、そこも結構混んでて、うん、今日どうしたんだろうと思って。今日はまあ水曜日ですけども、うん、まあ曜日によって変わったりとか何かイベントごとでね変化があったりとかしますけども、うん、もしかしたらなんかそこら辺で何かあったのかもしれないです ね、はい、うん、朝早くぐらいかな、ちょっとこう事故の影響なんかもねあったっていう話も聞いてますけれども、あーなんかね、うん、今日国際通りで、うん、パトカーと救急車止まってたな。あーそうですか。結構いろんなところで、うん、なんか見かけるんだけど最近、うんうんうん、なんでだろうね。皆さん気をつけてくださいよ本当に、ねちょっとした、ねうん、油断で、まあ、事故も可能性ありますので、うん、だから皆さん本当に気をつけていきましょう、はい、さあ、あの今日の沖縄タイムスのウェブの記事なんですけども、はい、東日本大震災から4年となった11日ということで、うん、政府主催の追悼式が東京都千代田区の国立劇場で開かれたということです、はい、岩手宮城福島の3つの県の遺族のほか安倍晋三首相や天皇皇后両陛下らが参列しました、うん、震災が発生した午後2時46分に黙祷し犠牲者の冥福を祈るとともに、うん、教訓を後世に伝え引き続き復興に取り組む決意を新たにしたということですね、うん、まあ沖縄市の方でも沖縄から復興を願うということで、はい、去る日曜日に、うん、三郷公園の、ね、通り会が、まあ、主催で行って、うん、キャンドルナイトを開催したということなんですね。あの集まったこう地域住民の皆さんが、うん、4000本のろうそくが、うん、彩った明かりに一日も早い被災地の復興を記念したということなんですね、うん、その明かりで平和っていう文字を作ったりとかして、はい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 、でそれをこの公園の中で、置いてみんなでこう、ねうん、それを見ながら祈りを捧げたということなんですけどもね、うんうん、まあ、今日の放送の中でまた5時台にラジオネームアルゴガルスキーさんが、はい、宮城県に行っておりますので、電話中継もしてみたいなと思います、はい、さあアジラジ今日の番組のテーマフリーとなってますので、フリー皆さんからの自由なメッセージをお待ちしております、はい、早くもツイキャスで結構リクエスト曲とかが入ってるんですよね、うん、沖縄モンチチさん、はい、震災の時に長渕さんが歌っているのを聞いて、うん、涙が止まらなくなった一、うん、つという曲をお願いします、はい、長渕剛さんの一つですね、はい、じゃあちょっと探してみたいと思います。うん、そっか、もうあれから経つんですね本当に。そうですね、今日ですよね本当に。だからテレビつけてもね、うん、やってましたよやっぱいろいろニュースだったりとか、うん、ワイドショーでもね取り上げてたんですけど、うん、なんかね私あんまり最近テレビ見る時間もなくてね、うんうん、パタパタし忙しいからね。そう動いてるからあんまり情報とかがね、うん、入ってこなくてね、うん、どういう感じなのかなと思ったんだけど、はい、でもまあテレビつけたらあもう考えさせ、うん、忘れない子っていうそれだけは覚えてますよちゃんと。そうですね、うん、何かでこうやっぱり引っかかるものというかね、そうこういうのはね風化させないようにっていう、うん、あとニュースでありましたけど、うん、東京なんだっけ何十結構前もう全然生まれる前なんですけど、うんうんうん、あの大空襲、そうそうそう、うん、それの追悼式もやってましたよニュースで。ああ昨日かな確かね、はいはい、うん、がそういうのもどんどんね伝えていかないといけないんだなって思いました、うん、だ人間ってさ、まあ、この東日本大震災に限らずですけども自分のさ、はい、よし明日からこうしようとか、うん、すごいこう気持ちで決意したはずのものも、うん、しばらくするといろんなものが起きてて毎日に折れてくると忘れちゃうってこともあるよね。忘れがちなんだよね本当に、ね、あーいいこと言ったモーリーさんマジで。なんでですか。デイジ忘れてたけど。なんですか。なんかファンキーモンキーベイビーズの曲でそうなんかね、うん、忘れこの忙しさに、うん、なんかあ暴殺されてで忘れちしまいがちだけど、うん、結局はなんかこの最初の気持ちというのは自分の中で覚えてるはず的ないいことを書いてる歌詞があったのよ、うん、私今日運転しながらずっと聞いてて、うん、
なんか泣きそうだったもん。そうだよなと思って、うんうん、やっぱ周りが周りもそうだし自分も忙しかったら なんだろうな最初の頃の気持ちとかって忘れがちじゃないなんか、うん、そうだね、うん、だからこそこの忙しい時こそ深呼吸して、うん、自分が今なんで忙しいのかとか、うん、何のために今やってることは無駄じゃないみたいなのを考えないといけないなって最近めっちゃ思うわけなんか、うん、最近真面目よ私。そうですね、最近なんか真面目だわけよ。どうしたの？どうしたんだろうね本当に。いやでもそう真面目になる年なんじゃないですか、時なんじゃないですか。だからよ。でまたそれから経て、あ、肩の力抜いた方がいいんだなと思って楽しいことを中心にやってみたいな、ね、そんな感じじゃないですか。なんだろうね、もう周りの人がめちゃくちゃ動いてるのとか見て、うん、自分も何かやらなきゃみたいな気持ちになってるわけ。やっぱ影響されるね、こんな、うん、なんだろう、前向きに頑張ってる人とか見てたら、うん、自分もなんだろう、やらないとっていう気持ちになる、うん、なんかこうお尻叩かれる感じだよね。だからこそ忙しくても全然体は疲れてるかもしれないけど、うん、気持ち的に楽しいわけ自分も。おー、いいですね。でもいいことなんだよねきっと。だからやっぱいいね、マジ私なんかこういう私もいいんじゃないたまには。なんかいつもアホみたいなこと言ってるけど。まあ人間ですからね。まあ人間ですからね、こういうのも大事ですよ本当に。いろんな部分持ってますからね。本当ですよ、今日のアジラジは結構いい感じで進めていきたいと思います。ちょっと待って、声のトーンが花江さんになっている。花江さんになっている。あなた懐かしい本当に、はいはい、さあ時計の針は4時中7分を回りました。続いてはこちらのコーナーです。さあ今日もやってきました赤ちゃんいらっしゃいのコーナーです。このコーナーは1日の出産件数、この日に届く仮ごとなどを紹介する時間です。このコーナーは上村病院、はい、中上病院、はい、アイレディースクリニックの協力でお送りしていきます、はい、さあ今日は何の日ということなんですけれども、宮崎駿のアニメ映画風の谷のナウシカ公開の日、ほう、ボーイング747ジャンボジェットが日本へ初飛行した日となっております、うんうん、そしてまた、東日本大震災から4年の、ね、迎えているということなんですけども、うん、はい、なのでその年に生まれたベイビーたちも4歳になるっていうことですね、今年でね。そうだね、うん、私もよ、ある意味ベイビーだよ、うん、なぜかと言いますと、うん、この私が吉本に入学した年が2011年なんですよ、うん、おー、なるほど。4月？だから4月です、うんうん、ちょうど私4月に芸歴4年目ですから、うん、あ、だからもうね、やっぱり忘れない、そういう面でもなんか、まあ、その時期の特別な、そうです、うんうん、とっても覚えてるから、うんうん、そして、今日誕生した皆さんもね、もちろんいらっしゃいますけれども、はい、誕生日の皆さんは AKB48 の篠田麻里子さん、うん、そして今大相撲春場所かな始まってますけれども、白鵬関、はい、そして土屋アンナ、はい、坂田渡るさん、これは小池栄子さんの旦那さん、はい、歌手のウーアさん、うん、大沢たかおさん、うん、それ以外にも小田哲郎さん、うん、などなどいろんな皆さんのお誕生日となっております、うん、あとね、梅宮達夫さんとか、うん、磯野克夫くんの誕生日でもあったりとするらしいですね。克夫くん、克夫くんの誕生日いくつなのかな、いくつなんでしょうかね。もうやばいんじゃない、結構いってない、 100超えてるんじゃない、大丈夫、あ、そこまでいかんか。1938年っていうふうに表記されてますけれども、うん、まあ、磯野家のね、毎日の生活僕ら見てますから。え、1938年の一応こう漫画サザエさんの、なあ森さん、電卓、はい、電卓持ってきても、何が逆算してみよう、だ 80何歳かってことですよね。カツオくんって5年生じゃないの、はい、ずっと5年生じゃないの、ずっと5年生ですよ。ずっと5年生です。だけど、うん、1938年、80代、まあ80手前ぐらいじゃないですか、あ、多分。まあそんな姿見たくないですよね。そういうのなんか面白いよね、
面白い。もう波平さんとかじゃいくつよって話になる最長。いやもうだいぶご長寿ですよ。いやちょっとでもリアルに見てみたい、あの現在の、うん、あの再現してほしい。もうみんなよなんかよその年を重ねたサザエさんいかってこと。だからもうそうなってきたらエンディングとオープニングのお家に入っていくシーンなんかはあもうオーライオーライしてるやつがもうデージもあれ時間かかりますよ。あれ時間かかる。ってゴールするまでにもう相当かかりますよあれは。そうですね、もう腰も痛めてるはずですから。わかる。もうそうなってくるとベルトコンベアでお家に入るかもしれないしね。あの光景だけ見るとね。ベルトごめんね、もう喉がさしゃがれすぎてからさ今日笑えないあんまり。はい、ということで、はい、面白い、今日の誕生日の皆さんを紹介いたしました。はい、赤ちゃんいらっしゃい。このコーナーは上村病院、中上病院、アイレディースクリニックの協力でお送りしました。ベルトコンベア。もうそれしかないじゃん。さあメッセージも紹介していきましょう。ラジオネームともぶんさん、はい、DJ モーリー&親やん、こんにちは。こんにちは。前里ジーマミー豆腐大好き、うん、アジラジネームともぶんです。はい、さっきマックスバリュー千葉な店に行ったら前里ジーマミー豆腐全種類あったよ。おノーマル、紫芋味タレ、三品茶風味、うん、黒糖味、うん、久々紫芋味食べたけど食べたい、やっぱり最高。珍しくうまく剥がせたよ。親やん直伝の下にタレを応援に入れては最高。あれはもう鉄板ですよ。まあ、鉄板というかね。どこにあるってマックスバリュー何店？千葉な店。千葉な店。うん。行こうかな。マックスバリュー千葉な店ね。そう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 。ちょっと、うん、終わりにちょっと検索してみて見てこようかなじゃあ。まあユニオンにもねもちろんありましたけども。でもユニオンのやつは結構限定っぽかったから、限定というか週末にしか。うん、あの置かれないよって担当の人が言ってたわけ。なるほどなるほど。しかも個数も結構限られてて、うん、行ったらやっぱ人気あるからなくなってるんだよね。おー、本当はね、本当はね、うん、っていうか去年は、まあ、僕らの中のムーブメントでしたけども、本当だよ、意外にもいろんな人が手に取ってるっていうことがね分かりましたね。そうですよ、はい。あんかけ団子も美味しかったよ。なんでそれ95円安い。なんであんかけ団子って、まあ、これは普通にあんかけ団子じゃないですか。お団子でしょ。うまそうなんだけど、やっぱりさ、うん、もうごめん、もうさっきあのかっこいい感じで今日お送りしますって言ったけど無理やってた。やっぱりよ、うん、食べ物なんしない今日。はい。お腹空いてんだろもう。違う違う、要はデージよ、うん、洋菓子より私和菓子が好きだ。オッケー、あーもうミートゥーミートゥーねえ、ミートゥー落ち着くよねなんかね、うん、うん、あれわかる、誰とくって番組わかる、誰とくって番組で、うん、有吉さんとかが誰が有吉さんと高橋、うん、娘さん高橋マーサさんはいはいはいが MC やってるやつで、なんか結構いろんな商品紹介したりとか、しかもその商品も誰がこれ得するのっていう商品、面白い商品紹介する番組なんだけど、それでその番組の中で誰得料理みたいなので、うん、なんか変わった料理を紹介するのあるの、うんうんうん、まあ下が回らないけど、うん、紹介するのがあるわけ。それで最近見たのが、うん、ホットドッグ、アメリカンドッグ、見た目はアメリカンドッグなんだけど、うん、その中身が団子だ、みたらし団子だけを作って、うん、なんか食べるっていう。あ、なんかめっちゃうまそう。美味しそうだよね、うん。でもなんかテレビ的に反応がこれ30年前だったらよかったねっていう話だったわけ、うん、自分の宝の年はなんかもう胃がもたれる的な話をしてたんだけど、あーちょっと油いったかな、ね、で美味しそうじゃない。美味しそうで、もう話聞いただけでもイメージできたからね。だから今ちょっとよだれが止まらないんだけど本当に。外は多分カリッカリなんだろうねきっとね。ふわふわしてるんだろうね。ジーマミー豆腐は118円、三品茶風味がしんたくさんあったよ。こんなって食べれるのも幸せだね。今日は特に当たり前の暮らしができることに感謝しながら仕事しようね、ということで。本当だよ、当たり前のことに感謝しながらですよ、うん、当たり前のことと、もういつかもう食べ物らしいよ森さん、言いたいことデジたくさんあるってば。はい、言いたいことがいっぱいあるんですよ私今日、食べ物のことで不満。いやいや、いいこと、いいことね。そうですか。あの結構さ、私が美味しいって言ってる商品って結構マジで美味しいわけよ。わかるでしょ森さん、もう結構これって証明されてきたと思わん。まあこのアジラジ範囲内でね。いや
いやリスナーさんにも結構伝わってるってことはだいぶですよ。そうですか。食べたことあるっていうのが結構、うんうんうん、私よくヒット率高いよね。ヒット率高いでしょ、うん、最近なんでこれを私今まで食べなかったんだろうって思ったのを見つけてしまったわけよ、うん、もしかしたら森さんでも食べたことあるかもしれないんだけど、うんうん、A&W、うん、行く？まあ行きますよ。エンダー行ったら何食べる、うん、まずチキンサンドコンボ。多分それがみんなのなんつうの定番、定番だと思うわけ、うん、チキンサンド、ハムチーズサンド、うん、じゃない定番って。コニードッグとか、コニードッグとかでしょ。行くの、うん、私もねいつもあれだわけ、ハムチーズサンドか、うん、まあ、秋とかになったら出る、カンナジ出る、なんかデリシャス、キノコデリシャスみたいな、なんか中に水菜と、なんかキノコ、あ、大好きだわけ、あれ、うん、あれをあれしか食べないわけ、主にね、うん、で子供の頃はチキンサンドばっか食べてたんだけど、はいはいはい、最近エンダーに友達と一緒に行ったんだけど、うん、で美味しいの見つけたって、お、見つけたっていうか、私挑戦しなかったわけ、エンダーで。あんまり、ほう、メルティリッチ、メルティリッチコンボ、メルティリッチバーガー、バーガー、バーガー、はいはいはい、友達が食べてて、あんまり自分挑戦しないから、うん、どうしようかな、ハムチーズにしようかなって迷ってて、うん、友達が普通、もう当たり前のように店員に、あ、メルティリッチでコンボでって言うわけさ。一応メニューで今まで見たことあったわけ、うん、メルティリッチっていう、うんうん、なんだろうって名前からして、よくわかなんていうの、イメージがつかないじゃん名前からね。名前もチキンとかだ、チキンサンドだったらチキンがサンドされてる、ハムチーズだとハムチーズがサンドされてる、ほうほうほう、チキンとキノコのなんとかだとチキンとキノコが入ってるとかわかるじゃん、なんか、うん、メルティリッチだから見た目は普通のハンバーガーっぽい、まあチーズとハンバーグが入ってるのかなみたいなイメージなんだけど、うん、あんまりね挑戦できなかったわけ、正直。でも友達がめっちゃこれうまいよって言うから、あ、じゃあ騙されたと思って食べてみようかなと思ったら、もうやばい、なんでこれ今まで頼まなかったのかなと思って。何が入ってる中に、なんだな、ハンバーガーのチーズがまずなんか、うん、チーズと、ま、このマヨネーズ、中に入ってるマヨネーズが、うん、うまい具合に溶け込んでる。そう、今ちょっとお腹す食べたいんだけどさ、本当にうまく説明できない。目の前にあるかのように喋ってるよ今。デイジー、本当にもう想像しただけでもう一回食べる、一回しか食べたことないんだけど、感動してさ、うん、私今東京吉本の先輩と一緒に、あの吉本の花月とかいろいろお化け屋敷とかで今一緒に仕事させていただいてるんですけど、めっちゃ行ったもん、美味しいですと。そしたら実際に買ってきて、おや、うまかったっつって、うんうん、ですよねって、私も感動したんですよって、騙されたと思って。モーリーさん食べてみて、マジでうまいから、本当に。でも食べたことあるかも、それうまくなかった？あんまりね、覚えてない。でもでしょ、うん、こんなし思って食べに行ってごらん、うん、でしかもできたてやばい、あちここもうなんだろう、このチーズがまた溶け、なチーズのこの溶けた感じの、うん、この絡まってるわけ、このハンバーグとチーズとモッツァレラ的な感じになってる、見える、なんかもう中何が入ってんのかなって開けたら、あの、うん、チーズがなんかピザのように感じになったもん、このあ伸びる感じ、そう伸びる感じ、うん、やばい、これうまそうだなと思って食べたら、このマヨネーズとこのマッチしてるわけよ、もう美味しいよねこれね、うん、マヨネーズはもうまたうまく絡まるからねこれね。そう、やばい、デジお腹空いた。なんかさ、うん、ちょっとあち高校のやつをしばらく置いといてから、うん、こうちょっとこう水蒸気じゃないけど、うん、ちょっと締める時があるさ。あ、わかる、あるね、あるね、ちょっと、ま、あのパンツ自体がしょぼんとしてるんだけど、わかるよ、しなってなってるね、しなってなってるけど、それもまた美味しいわけよね。美味しいよね、ね、お腹空いてきましたね、お腹空いてきましたね、これよ、はい、今年はよ、やっぱ美味しいものを私どんどん食レポしていこうかなと思ってますよ。多いんじゃないですか、いろんな人にね、うん、美味しさを伝えるという。しかも私、美味しいっていう言ったら、うん、本当に美味しそうに見えるって言われるわけ。おー、目の前にあるかのように。しかももう食べた時もずっと感動してから、え、やばいこれ、うん、あのベル鳴らそうかなと思ったの。エンダーにあるじゃない、あのベルついてて、はいはいはい、あの帰りに鳴らしてください的な、はあはあ、もうあれ壊れるぐらい鳴らそうかなと思って、本当に。もう違う意味で美味しかったよ、違うんで、マジで美味しいから、闇ってことで。あ、もう店員にもありがとうございますって、また得意のこんな美味しいものをありがとうございますって言おうかなと思うぐらいマジ感動しました。いいんじゃない、いいんじゃない、もうこれ伝えるっていうね、係で。もうやばいね、あれはね。だってさ、疲れとか、うん、テンション下がってる時とかに、うん、で人間ってどうしてもこうマイナスに考えがちだけど、うん、あ、ここでメルティリッチだって思って言ったら、うん、また元に戻るからさそう、リセットされてね。そう、いいんじゃない、
これがさっきトモブンさんが言ってた当たり前のこと、うん、普通にこうやって食べれる、食べれて美味しいって思うことに感謝することなんだなって私思うよ最近、マジで。そうだね、本当だよ。なんかあれじゃん、あまりにも お金がなさすぎて、うん、いろんなもの最近食べてなかったからか、うんうん、とってもよ一つ一つのものに感謝しながら食べる癖がついてきてるわけだし、なんか味わいながら何これってすぐ食べたらすぐ何これって言うから、えなんでなんでって言われる周りの人に、うん、そんなにみたいな、いややばいだろこれやばいだろっつって、マジでみたいな感じになるんだけど、でも私はねこの前も吉野家行きましたけど、うん、もう先輩にお小遣いをもらって、うんうん、でもやっぱ後輩も一緒だったからそのお小遣いで後輩みんなにおごったんですよ、うん、でもおごったって言っても私あんまりお金持ってないから、ごめんあの吉野家でいいっつって牛丼だけどいいっつって、みんなも牛丼食べたいですっつって、うん、連れて行ったわけよシーマンも合わせてね、したらもうめっちゃ美味しくて、それも、うん、やばいうまいなっつって、うん、何食べてもなんかもう何だろうこのお店屋さん飲食街、もう飲食やってるお店の人すごいと思って、もう店員もさこの片付けとか頑張ってるシーマンタイプのおじさんが夜中頑張って仕事を頑張っていたわけ、うん、とっても、うんうん、私それ見てなんか感動しちゃってさ、シーマンに、シーマン多分シーマンが50ぐらいになったらあのおじさんみたいになってるはずよっつってもうシーマン見てるみたいな気がするっつって、うん、このおじさんなんか本当に似てるわけ、やり方ないの、仕事の真面目さというか行動のパターンというかね、うん、だけど真面目なんだけど、うん、今ここに来るっていう、わかる、うん、本人は一生懸命なんだけど、うんうん、このタイミングであの失礼しますって言って、うん、普通にがっつりみんな食べてるんだよテーブルで、このタイミングで失礼しますって割り箸片付けるみたいな、あわかる、今じゃなくて普通お客さんが帰ってから片付けないみたいな、なるほどなるほどなんか普通だったらなんかんってちょっとこう不器用な感じなのかな、そう不器用な感じなんだけど、 うん、そこがまた一生懸命さが伝わって自分は、うん、あこのまあ結構年配になったんですけど、うんうん、可愛いと思ってしまったわけ、この一生懸命な姿が、うんうん、普通だったらえ今来ないだろうってね、うん、なるかもしれないけど、その姿があまりにもなんか一生懸命だったから、帰りにさなんか挨拶 したくなってしまって、おご飯食べてね帰るときにね、ほうほうほう、まあ牛丼も美味しかったし、うん、店員さんに挨拶しようと思って行ったら、あの外で多分掃除してたんだはず、いなかったわけそのおじさんは、うん、そしたら別の女の店員さんがいて、あすいませんあの男の男性の方いますって言ったら、うん、あちょっと別なんかやってますけど何かあったんですかみたいな、やっぱなんか心配そうな顔して、うんうんうん、クレームって思ったんだはず、そしたらいやいやいやとんでもないですだから対応が良かったんで、ありがとうございましたって伝えてもらえませんかっつったら、うんみたいな、なんでってみたいな顔されたんだけど、うん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 、いや美味しかったですごちそうさまですって帰ったわけだし、もうなんかそういうさ最近一つ一つのことが楽しくてよ、いろんな楽しいわけ発見、この人人間観察が最近細かくなってきてるというか、楽しい、それがいいよねやっぱりね、ああ何気ないさ、ああこの受付とかそう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 レジで支払いするときに、ああお釣りね渡してとか、うんうんうん、受け取ってとか、うん、その瞬間瞬間ですけど、なかなかそこにわこの人はとか見出せないもんね、うん、またこういうのが楽しいって思えてきて感じたんだけど、うんうん、やっぱさどこにもでもさ、まあ、クレームではないけど、うん、まあ、そこはクレームもあるかもしれないけど、その店員もまあいろいろねあるかもしれないじゃん、うん、失敗だったりとか、うんうんうん、でもそれをお客さんは全部に不満を抱くんじゃなくて、自分が客だったらね、この人がなんでこんなことしたのかなっていう目線で見たら別に許せるっていうか、うん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 、なんで今こういう態度したんだろう、今もしかしたら誰かになんか言われて傷ついて今へこんでてそれをリセットできなくなってとか、うん、本当だったらダメだよ、一応プロとしてちゃんとその時その時、まあ、マニュアルがあるんだったらマニュアル通りやるなり、ね、接客だったりもやらなきゃいけないんだけど、うん、自分として面白い、それがなんか人のなんかその人が出たんでしょうねきっとね、そうそういう一面見れた時超楽しいよね、なんかその人の
やっぱりねユニフォームをつけてても、うんまあ、人間はみんな人間ですから、うん、どの仕事やってる皆さんもね、うん、でそこでちょっとこう普通出してはいけない仕事なんだけど、うん、出ちゃった時に、うん、あなんか親近感湧くなみたいな、そう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 、でそれが隣で食べてるシーマみたいだなみたいな、そうだからよもうあのおじさんデジ可愛かったんだけど本当にだってさ深夜だよ、深夜に結構遅い時間に牛丼屋行きます、うん、周り誰もいない、自分たちのテーブルしかいないわけよ、うんうん、で掃除してたわけ周りのテーブル、失礼しますとか言って周りをよ、うん、別にそう今の時間に掃除するんだってやっぱ思うでしょ、こっちは来なくていいさ、こっちのテーブルには、まあね他にやることがあるんじゃないかと、うん、てかこっちの席片付けるのはまあ帰ってから、帰ってからでしょ、うん、普通に失礼しますって足のところとかなんか吹き出したりとかするから、うん、今ってなるけど、それがおかしくてさ、うんうん、あでもこの人なりに頑張ってるんだなと思って、まあそうなんじゃないですか。だから多分混んでてもどんなところでもやってることは多分変わんないんじゃない、この人は。そうなんだはずね、うん、なんかシーマンも前、まあ今日初めてラジオ聞いた方とかはシーマンって言ってもわからないかもしれないんだけど、私の後輩でね、うんうん、あのアジラジーにも何回かピンチヒッターでね、ピンチヒッターで出てるんですけど、シーマンはよく言うんですよ、1日のスケジュールを組まないと僕は行動できないと、うん、あ言ってたね、きっちりきっちり、うん、きっとこのおじさんもそうなんだ、掃除したらここをやってここをやってここをやらないと、うん、なんか気が済まないというか、そういうタイプなのかなって思ってきたら、うん、かわいいなと思って、あちょっとこう見方を変えてみたというか違うとこ見えたんだね多分ね、多分普通だったらね、そこら辺ちょっとケースバイケースだろう、臨機応変に対応しれやプロだったらって普通は思うでしょ、うんうんうん、だからねなんか可愛かった、とってもだからそういうね違う見方ができる人が増えたら、うん、多分世の中ってね平和になるんだろうね、平和になるんだろうね、本当に、本当にミスばっかりをね見つけ出すとみんなこうキリキリ眉間にしわ寄って大変だけど、でこういうね、あこの人ちょっと面白いとこあるなっていう風にやったらね、うんまあ、ミスもミスじゃなくなるもんね、うん、人柄が見えるようになりますからね。そうなんです。なるほど。ということなので、そう。ということなので、あの私と毛利さんが元気ないときは皆さんよろしくお願いしますねっていうことですよ、だから。何が？助けてくださいねってこと。そうそうそう。でも変な話、うん、お腹が満たされると自然となんか安心感生まれるからね、顔ってね。お腹空いてる。あ、なるほどね。うん、私もお腹空いてる。何の報告し合い？何の報告し合いよ。ラジオネームスマイルさん。はい。モーリーさん、大谷あゆみさん、こんにちは。こんにちは。今日の渋滞は、あー、なるほど、わかった。ん？高校受験の2日目の送迎もあるかもしれませんよ。あー。確か今日は面接もあったので、私の知り合いも朝から落ち着かないさ、うん、私がドキドキすると言っていましたよ、うん、ということで。おスマイルさん、なるほど、そうだった、あの小座高校の付近も通ったんですけど、はい、あのお母さんと一緒に帰られる中学生もたくさんいました。あ、だからか、受験生がね、あーだからか、うん、そうだね、だったらね、そうだね、あなんかラジオってすごいね、なんか疑問とか投げかけたら、うん、たまたまとか聞いてくれた人が今日はこう何がありますよっていう情報をくれるじゃない。そうだね、うん、なんか平和だね。いやだからさ、それだけ誰かがアンテナを張ってて聞いてるし、うん、僕らが言うことは大事なんですよ、うん、そうだよね、うん、だから私は食レポしていこうと思うわけよ。あれじゃない、もうこのままさ、うん、体重とかもちろんあるけど、うん、気にせずに美味しいものを追求して、うん、それ伝えるっていうことを生業にしていったら、うん、いいんじゃないですか、うん、体重気にしてないよ。 あれ毛利さん、あれなんで。ちょっと一言多いけど、森さんどうしたの今、体重のこと気にせずと。別に気にしないけど、シーマンが、うん、あの最近痩せようとしてるさ。じゃあシーマンはね恋してるから。あ、分かる、それも分かるんだけど、まあ、でもさ僕もあのお餅が好きだから、うん、餅屋巡りをして、でそこでそのお餅はこういう特徴があってっていうことをやろうと思ってるわけ、うん、餅ってうまいよね、美味しいさ。で沖縄って特に旧暦のことで動くから、あ仏壇に下げる、日の陰に下げるで、はいはい、もう利用率が高いわけよ、うん、需要が、うん、なのでそれをこううまくね、うん、ここの餅屋さんは、うん、この時はこれがいいですよみたいな、うん、そういうのできたらいいなと。いいね、うん、森さん餅全般好きなの？全般好きだね。私も好きなんだけど、何餅が好きとかある？何もない餅が好き、味がついてない餅が好き。あ、へえ。死に薄いやつ、2だね。もうだからあのすごい重箱にやったら大体余る白餅が大好きだっけよ。これはもう本物の餅好きですね。
割り箸でこう半分に切ってから、ああ懐かしい、おば思いですデジおば思いです、あんたの岸みんな的なから、あゆみあんた持ち余ってるからさこれあの噛めないからこれハンカチしてかあの割り箸割ってかこんなしたら綺麗に切れるからつかこう潰れた方あんこが死にはみ出る番だまたや割り箸がうまく切れるわけよ、これがそううまく切れるわけ、わかるよこのね切れた時のさこのなんていうの表面は粉でついてるからカッサカサだけど中はもちもちしてるさ、さああれがたまれね、たまらないわけよあれやばいよね、で半分こうしようだだだ切ってからに、であんたこれ何味ね、こない白餅じゃあこれあんこ入ってるから半分切ってから交代しようだって言ってからでこれ何日か経ったら固まるさ、うん、してまたこれレンジでさ私チンするのが好きだった、あ油で揚げたりね、さあオーブントースターで焼いたりとか美味しいよね、美味しいですよね、うん、そういうのちょっとやりたいな、いいね、うん、楽しいかも、うん、あもういろんな報告だからお互いに、そうだよお互い見つけてきたものを報告すればいいんだ、うん、あそうだねいいかも、うん、毎週やりますか、で私今あの家の近所でめっちゃ美味しいパン屋さん見つけたんですよ、おパン屋さん、パン屋さんで、はい、あのね正直教えたくないねこれは、うん、なんでかってもうもし買えなくなったら大変だから、あ売り切れで、それぐらい、うん、あの多分今一番うまいんじゃないかなと思ってるそのパン、今度持ってくるよ、デージやばい、うん、柔らかいパンが、日がなんか普通次の日なんていうの手作りのやつって、うんうん、結構なんか入れない次の日とかなったら固まりそうじゃない、はいはいはい、ずっともちもちしてる、おー本当にふわふわしてるしもちもちしてる、私 もちが好きだからパンでも何でももちもちしてるのが好きだわけ、うん、もちもちしてるわけよこのパン自体が、じゃあこれあれだね、その焼いたりとかバターとかつけないでもそのまんまでも食べれたいぐらい、いやもうそのまま食べてるから美味しいだ美味しいだ美味しいだ美味しいんだな、じゃあこれはもうそれはモーリーさんと全く一緒で、私は味がついて、うん、味がついてるやつもあるんだけど、うん、あのプレーン食べるいつも、あプレーン買ってる、いいね、プレーンを食べてる、何もつけずに焼きもせずそのまま、うん、気づいたらさあの大きいやつ全部一人で食べてるわけよ本当に一回ね、うん、ちょっとのつもりで食べたけども、うん、気がついて半分になって、これちょっと一つ食べてから明日食べようかなと思ったらもうね、うん、1時間ぐらいしたらもうあれ半分ないねっつってから、そうだね、もう半分いったらもういいんじゃないってなってから自分の中で豪快がいっぱい出る、ね、なんか中途半端に余らすのなんか変な、だからもういいんじゃないっつって、痛むしねとかね、痛むしね勝手にね理由つけてから食べ過ぎない気をつけましょう、あまあでも美味しいものをね見つけながらね、そう幸せだよね、幸せですから、食べてる時幸せだよね、うん、うん、さあ青の軍団さん、はい、メルティリッチは俺の中でエンダー最強のバーガーだな、ほらエンダーに行ったらメルティリッチとチキンサンドとオレンジを絶対に外せない、うん、ちなみに俺の娘っちがエンダーでバイトしているよ、ほう、バイト終わりみたいなのがあって迎えに行く時は買わしてますよということでいただきました、ほら最強だよメルティリッチ、うん、やばい、うん、超うまいから、さすがですね青の軍団さんね、でしょ、そういえば、うん、ハッピーナハオープンするさね、あそうなんです、その中に吉本のお化け屋敷があるさ、はい、あれをお化けは芸人さんがやるんですかということは親もお化けやるんかということで、そうなんです、うん、そうなんですよ、これちょっと教えてこのハッピーナハについて、明日がグランドオープンなんですけど、はい、おもろお化け屋敷っていう名前のお化け屋敷です、うん、でこれね本当に今までにないお化け屋敷で、うん、何が違うかと言いますと普通のお化け屋敷と、もう普通のお化け屋敷って本当に恐怖、わっわっもう怖いでしょ、うん、これもうタイトルからしておもろお化け屋敷でついてるから、うん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 、怖いだけじゃなくて、うん、面白さもあり最後感動もあるっていう、もう今までにない30分、まあ時間で言うと30分のコースになってます、うん、で演者キャスト全部芸人です、おこれも今までにないお化け屋敷だそうです、うん、エンターテインメント、新しいエンターテインメント本当に、うんうんうん、で私はエレベーターガールです、うん、はい、エレベーターマジムということは、うん、お化けおもろに入る前に最初に会うんだ、そうご案内するお化け、はい、です、よろしくお願いします、これちょっと楽しみだね、そう結構ね入ったんですけど私も、うんうん、面白いよ、おもうこれね言えないのが辛い、うん、言いたいけども言いたいけど言えないのが辛いからまずは行ってみてほしい、うん、本当にね怖がりの人で、あどんなから一応ね怖いのは怖いからね、
あ、そうですか。場面によっては場面によってはというか、やっぱお化け屋敷って言ってるから、おもろってついててもお化け屋敷なんでね、うん、怖い部分もやっぱあるんですよ。あるけど、うん、そこクリアしてしまえば面白いかな。おうん、楽しいはず。以前話聞いた時には、うん、何名かでチームを組むんだっけこれ。そうなの、そうなの。まあ、それもね、うん、当日、まあ、説明とか受けると思うんだけ ど、ねうん、ぜひねこれは新しい本当にエンターテインメントなんじゃないかな、うん、沖縄にはそういうのないじゃないですか、まあ、本土にも多分ないと思いますよ、うんうん、そういうものは、うん、で結構いろんな、ね、本土からの取材とかも来たりとかして、うん、今注目されてますから。でまたなんかこう2階のコーナーだったかな、なんかせんべいを自分で焼けるコーナーができるとか。へえ、そうなんだ。そう、新聞載ってたよ。へえ、なんかねこの自分たち吉本は、うん、このおもろお化け屋敷と沖縄花月っていう365日吉本の芸人さんが3回公演するんですよ、ずっと。すごい。そう、それで明日がこけら落とし公演でも大御所の大戦も、うん、本当に大御所の先輩がどんどん登場して、うん、そのチケットももう完売らしいですね。へえ。もう365日もういろんな芸人さんが来るんで、今話題の 8.6 秒バズーカも来ますから。おお、うんうん、わかります？ 8.6 秒バズーカ。ゴレライ？ラッスンゴレライでしょ。ラッスンゴレライです。うん、ちょっと待ってちょっと待って、お兄さんですよ、うん、もう明日来ます。ほお、はい、でまたね、あ、オッケー、オッケー、はいはい、あの明日がオープンなんですね。そうなんです、明日からオープンなんで、グランドオープン、あのホームページとかもう全然宣伝とかもうどんどんしちゃってるので、もうぜひね、うん、みんな遊びに来てほしいです。はい、また吉本のグッズとかも売ってるんで、うん、でも見どころ超たくさんあると思う。パネル展示もあるし、うん、なんか写真を一緒に撮れたりとか、このパネルと、うんうん、で自分がその人になりきれるみたいな、顔出しパネル、うん、顔を入れてラッスンゴレラになれるみたいな、そんなのもあるし、もうね楽しいんですよ。行ったらもう本当に笑えるし楽しめるんだ。楽しいです。ぜひもう365日だから ね毎日やってるんで、皆さん遊びに来てください。はい、ぜひ、まあ、詳細は明日以降と、はい、よろしくお願いします。さあということで、メールまだまだ来ておりますけれども、ラジオネーム、うん、RTM のみっちゃんさんからいただきました。みっちゃんさんありがとうございます。おやんさんって、うちなぐちの時は泉&弥生の泉さんに似ていますね。それにしても食の話題の時は生き生きしていますね、ということでいただきました。はい、だからさ、私よ、うん、公認もらいたいってば。公認？泉&弥生さんから。え、もらえないのこれ。第二の泉&弥生さん目指したいんですって。おー、いいんじゃないですか。マジで、うん、これよく言われる。私なんかこうやってさ、え、あんたよとか、おばあのマネとか、ね、おばさんのマネとかするときに、はあ、これデージ似てるんだけどって言われるわけ。はあ、はあ、ってことはさ、はあ、でも先輩方がいますから、はあ、これね真似するにしても公認もらったら最強だなと思って、うん、ちょっと今度私公認もらいに挨拶しに行こうかな。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。本当に、うん、やりたいです。泉&弥生さん、いいと思いますよ。はい、うん、オッケー。いろんな人からね公認もらって、はい、はい、アルゴガルスキーさん、おお、お腹が空いているから何か持ってきて、アピールのお二人様。現在宮城県にいる僕です。うん、渡里町の式典も参加し、被災地の荒浜も見て話を聞いてきました、おということをいただきました。おお、じゃあ詳しくはこの後5時30分に、ね、はい、交通情報の時間ではありますけれども、あの今日はね特別に、コーナー化しまして、うん、東日本大震災の宮城県に行っている、うん、まあ、ディスナーリポーターということで、うん、アルゴさんと電話つなぎをしてみたいと思います。はい、ラジオネーム青の軍団さんのメッセージですけれども、はい、チーズモーリーおやん、はい、おおやん髪切った。さて今フリー、うんうんうん、東日本大震災から4年だね、うん、朝から甘くまで取り上げてるさ、うん、大変だねとか頑張ってのメールがあるけどさ、うん、現地の人たちはそんなこと言わなくても頑張ってるわけさね、うん、こんなこと言ったらよ不謹慎なのかもしれないけど、うん、普通のメール、アホなことで笑えるメールでいいんじゃないかなと思うわけ、うんうん、もちろん震災があったことは風化させてはいけないんだけど、うん、笑っていこう笑って、うん、と言っても校内で笑えんか、ということでいただきました。まあでも言いたいことは分かりますよ。そうだね、うん、うん、楽しね、そうだよね、うん、確かにそういう不謹慎だなって思うかもしれないけど、うん、前向きにいきましょうってことですよね、要は、うんうん、でもさ、面白いのが、面白いのがって言ったらですけども、うん、やっぱそうだなって思ったとするさ、人間、はい、何かね、こう気がついて、
で自分の中で柱がポーンって立った時に、いつもの行動をやってるから、また忘れちゃいそうになるんだけど、あ、やさそうだったっていうこの引っかかりが何本かこうできるだけで、この風化っていうことつながらないんじゃないかなと思ったわけ。でリスナーさんの中で最後のこうメールの文面に冷やみ勝ち東北っていうのを必ず入れる人とかがいるわけさ。でこれをラジオで聞いてて、あってなって、でまたそれ読む時にもおってなって、あ、でなるほど、ね、こういう積み重ねってリスナーさん毎日送ってるから、なのでパーソナリティしかり、ラジオで聞いてる向こう側の人も、同じくアンテナがポン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 立つわけ、でそしたら普段の生活の中で募金箱があったらあってなって、そうだね、言えるきっかけになったりとか、なんか普通に過ごすんだけども、こういうのが意外と風化させない一つの方法なのかなと思いましたね。なんか今日あれね、何がですか、森さん真面目ね、なんか今日ですか、うん、あのね、うちの娘がねちょっとね腸炎になってて、だからな、で少しね親って思いながら、でも良くなってますよ、良くなってますけど、僕もね娘も良くなってますけども、ちょっと火星こじらせてるかな、あ、だからか、なるほどね。もう森さんね本当にね、もう今日あれよ、森さんFM 小崎記者元気ないからさ大丈夫かなと思ってさでもあの小さい泉谷の弥生さんに お会いできてますからね、いや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 元気もらえてますから大丈夫ですよ、だったらいいけどさ、はい、あんたあんま無理しないよ本当にちゃんと水も飲んでよ、水分も取ってからに倒れるよすぐ、いいそういいそう、うん、じゃあ一旦 CM です、はい、暑くないですか、暑いよな、デージ暑いんだけど、喋れば喋るほど、やばい、超汗かいた熱モンチチさん、モンチチさんがちょうど、あい、ちょうどよかった、二人に差し入れ持ってきたよって言ってますよ、おお、イエーイ、てか、なんでこんなに熱いの、ここ熱いですよね、熱い、びっくり、ここだけなんか夏かなと思う。暑いなぁ。ああ、これは暑すぎる。私もう苦しくて息ができなかった。ベロの口内炎が痛いんですよね。ベロきついですね、口内炎。口。下？このベロの横？だから物もゆっくり噛まないで、これ噛んだらもう終わりじゃないですか。トマトジュース以外に良かったよ。あ、マジですか。うん、あ、マロさんだ。親屋に冷房を。ありがとうございます。さあ時刻は4時53分になっています、はい、今日の番組のテーマはフリーとなっていますので、はい、皆さんの自由なコメントもいたしくお願いします。お願いします。昼間の奥さん、はい、アジクーターの皆さん、はいたい、はいたい、親もいるね、いるよ、昼間の奥さんよ、はい、太陽に背中を温めたいわどういうこと、太陽に背中を温めたいわどういうこと、寒いの、大丈夫、2人とも風邪ね、私はサロンパスの跡が見えねえところでどうにかなってるみたいだけど元気よ、うん、まあ、ひっくり返ってるんでしょう多分ね、うん、さあテーマフリー、はい、昨晩高校入試1日目を終えた長女の、うん、あと10分ぐらいあればなあのセリフにイラッとした夜でした。はい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 。ガラケーの長女はパパのスマホと LINE でつながっているので、うん、試験の後に返事をしたのはパパが先で、うん、私への返事は4時よ弁当を準備して仏壇にうとうとさせたの私よ、うん、それがメールの返事は夕方って、そりゃあ一番座で発狂するよね、するっしょ家族曰くだからもう一回 LINE インストールしようね、うん、と笑うけどさ、うん、27年前の私が入試1日目の夜といい昨日の夜といい、うん、同様ラララララ昼間の奥さんからいただきました。昨日ちょっとね、この受験日、昼間の奥さんの受験生当時の、うん、はい、前日にかな、うん、すごい衝撃的な発言というか、うん、告白をされたっていう話をエピソード送ってもらったんですよ。あ、そうなんだ。で今回も娘さんのね、はいはいはい、うん、なかなかね分かるんじゃない、うん、私があなたにやってあげてることっていうのはすごいたくさんあるんだけど、うん、
普通連絡って一番じゃない私っていうなんでパーパーだわけみたいな。まあね、うん、まあ、分かる、まあ、めっちゃ分かるわ、なんか、うん、そういう時ありますよね、うん、なんかね、うん、え、私から先じゃないのっていう時ありますよね私あんたのためにこんなにやってるのになんで先に私じゃなくてはぁってことでしょ要はそうですね、うん、あのたまにでさ、うん、飲み会の席で、はいはいはい、A 君電話しようって言って、うん、で俺がかけます、うん、取らないで B 君がかけたら、ね、取るとか取るなんでよってなんですよ。なんで自分の電話取らんわみたいな。もういいよ、4番子みたいな。これは、後々へこむからね。ああ。本当に残りますからね。モーリー筋肉マンリスナーさん、こんにちは。ちょっと待って、今さらっとさ、さらっとモーリー筋肉マン、筋肉ないし、むしろ。でも今の光景はちょっとぽいとこあるよ。え、何が筋肉マンっぽいとこあるよ。今、うん、いや、今、ただ、肌出してるだけでしょ。なんかそれ。お久しぶり、ピーチベルシルバーだよ。うわ、久しぶり。今日は新入社員の島袋くんと午後からドライブしてるよ。うん、してからに、この島袋くんは前頭 A さんの裏方で、うん、モーリーと面識あるって言ってたよ。え？誰でしょうか。もうね、島袋っていう精鋭の人は、すこぶるいますからね。すこぶりますからね。どの島袋さんですかね。どうなんでしょうか ね。こう言われたらなんかハッとするよね。ハッとするな。うん。いつのみたいな。へえ。最近この新入社員島袋くんが入ってきて、うん、で一緒にこう仕事をね、はい、やってるというピーチベルシルバーさんですけれども、うん、もうそういう時期ですね。4月からもう新入社員の皆さんもそうですけれども、そうだね、そうだよ、私ももう4年目になりますから、うん、新しく5期生が入学してきますので、うん、早いですね。早いね、本当に1年経つのはね。うそうですね、うん、さあこちらも行きましょう。青の軍団さん、はい、親やんモーリーにパン持ってくる前に、うん、まずはどんちゃんの揚げさん持ってくるさんとはにということで、もう揚げさんよ、もうやがて2年になるよ、もう3年2年もう分からん、もうもうそろそろ諦めたんじゃない。諦めてやないよ。あ、そうですか。私結構あの執念深いからさ執念なんかもうすごいよ、執着っていう、そういうの、ああああ、もう一応心のどっかではもうずっと残ってるからね。 あ本当ですか。想像はしてるよ、あげさんってどんな感じなのかなって。あ、普通の子三角だよ。え、デージ終わってるんですよ口だけで説明して持ってこないパーマジでもうダメだ。じゃあもしさ、うん、メルティリッチと揚げさんを持ってきましたと、うん、先に取るのはどっちでしょう。揚げさん。おお、メルティリッチじゃない。だって食べたことないもん。なるほど、わからないじゃん。じゃあってなったらメルティリッチは僕が食べていいんですね。あ、いいです、いいぞ、どうぞ。だってメルティリッチ自分でも買えるもん。揚げさんは買えないもん自分で。あ、そうですか。うん、わかりました、どうぞどうぞ。わかりました、はい、わかりました。今年の春までには、うん、うわ、聞いた皆さん、 FM 小座お聞きの皆さん、どうもラズベリー花江です。今 DJ モーリーさんが言った言葉、皆さん決して忘れることがないようにお願いいたします。今年の春までに親やんに揚げさんを持ってくるということです。お送りしましたラズベリー花江のグッドモーニング、さよなら、また来週。はいはい、絶対だよ。一応さ、暦の上でも春だわけ、一応ね。いつまでかな。4月、シーミーシーミーって4月だよね。シーミーシーズン、うん、4月だ、終わるまでにしようかな。了解、はい、イエーイ、やっとで食べれるやっとで食べれる。私アジラジいつか今日2年前の5月に出演して、その年の10月です。あ、その年の8月にあげさんの話になりました。で、親やんの誕生日10月5日にあげさんを持ってくるとで、10月誕生日を、29歳の誕生日、あげさんなかったです。それで今年中に持ってきますと、DJ モーリーが言いました。で、12月、年末になりました。気づけばあげさんの話は出てこず。で、年明けました。はい、何もない、はい。その話を伝えました。はい、で、その年の、10月5日、私が30歳の誕生日を迎えました。みそじ、大事なね、年ですよ、みそじは、人生でね、はい、なのにあげさんは持ってきませんでした。どうなるんでしょうか、これは。
ジじゃねえよ。さあ時刻は5時を回りました。生放送アジラジをお届けしております。これはね大変なことになりますよ本当に。何がですか何がですか、うん、これはモーリーさん持ってこないな。はい、これは絶対持ってこないな。じゃあ持ってくるとかじゃなくて、うん、作って持ってきますよ。いや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 、作って持ってくる。作ったものと買ったものって味違うでしょ。だって違うんですよ。僕はもう作れるんですよ。本当に大丈夫大丈夫。作れるって言っても私、うん、本物食べたことないから同じだって言えないわけよそもそも。いやもうこれはもう揚げさんというものはこういうものなんだっていう僕オリジナルですからね。マジで？うん。いやいや、美味しいですから。本当に？目がドヨンって出るよ。本当に？うん、じゃあこれね、今日モンチッチさんが見に来てるんですか、観覧しに来てるんですよ、観覧しにね。モンチッチさんもこの言葉覚えててください、本当に。というかあれにしようかな、リスナーさんが来てもらって、うん、揚げさんを、うん、僕が作った揚げさんをね。うん、お、何？試食するっていう。試食会？リスナーの試食会いいんじゃないですかこれ。ね。これいいんじゃないですか。うん、いいと思いますよリスナーさんの試食会。ね。やりましょうやりましょう。ちなみにモンチッチさん、ドンちゃん行ったことあります？三里工業のところのドンちゃん、パーラーない。ああ、そうですか。お、じゃあますます楽しみですね。そうですね、はい、じゃあ、うん、やりましょう。わかりました。コーナーで。は？コーナーで？だって DJ モーリーの試食会みたいなイエーイみたいな。あ、じゃあ揚げさん編、揚げさん編やりましょうやりましょう。わかりました、はいはい、じゃあ今年の春に、春にやってみたいと思います、はい。さあこの時間ゲストの方やってきておりますけれども、はい、久しぶりですね、ずいぶんね、はい、ご無沙汰しておりましたけれども、じゃ自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。とってもお久しぶりでございます。久しぶりに FM 小座に来まして、うん、ド緊張してるふりの沖縄士官公協会、まさきひかるです。どうぞよろしくお願いします。はい、ひかるさんでございます。はい、よろしくお願いします。めっちゃ久しぶりですよ私ね。私初めてのアジラジの時ぐらいじゃないですか。あ、そんなになの？はいはい、そうですよ、うん、もうあれからもう私、5キロ以上太りましてそんな告白はい一応ね、あれ変わったって言われる前に自分から言っておいたのね。うん、大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、じゃあ今日は、はい、はい、今日はですね、いつも水曜日担当してます仲間義彦がですね、うん、お仕事してるということで、はい、ということで、はい、ピンチヒッターで来ました、うん、ですね、ちょっと出来上がったばっかりの地図。おー、すごい地図だ。そうですね、4種類の地図ができたのでご紹介したいと思います。かわいい色も ありがとうございます。かわいいですよね。なんか色分けされてます、4種類。沖縄市の小座マップということで、はい、そうそうそうなんですよ。ですね、ちょっと一つずつしか持ってきてないので、はい、あれなんですけれども、まずですね、今先ほどね、なんかご飯屋さんのお話ししてたんですけれども、うん、はい、マップ4種類ありまして、はい、沖縄市小座マップということで、うん、なんとウチナー食堂編。わー素晴らしい、ね、食堂。わー素晴らしい。しかも、まあまあちょっと詳細は後で、はい、はい、で続いて夜足日編。おーすごーい。であとはですね、ちょっとお勉強系も入るんですけれども、うん、町前編と史跡前編ということで、うん、ちょっと今までとは少しまたタイプの違うようなマップがそれぞれできました。あの冊子みたいな感じで開くんですけれども、うん、まあ結構大きいんですよ。広げるとあ、本当だ、ちょっとしたポスターぐらいの大きさがあります。あ、本当ですね。すごい。あ、でもいい。で中に沖縄市の地図が、うんうんうん、はい、ありますので、ちょっと最近あの細かい字が読みづらいっていう方にも親切な作りになっております、うん、はい、ですね、書道大会の用紙2枚分ぐらいですね。そうですね、結構ありますよ ね、 本 当、 ね、本当に A3 を2つ並べたぐらいの感じですね。縦に2つ並べて A1 ぐらいのサイズをちょっとコンパクトに折っていますので、うん、まあ、あの女性のカバンの中にもポンって入るぐらいの。そう、なんかまたデザインとか色も可愛く作られてるから、はい、なんかおしゃれな、ちょっとね、はい、うん、目に優しい感じの色を取り揃えているんですけれども、うん、ですね、ウチナー食堂編、うん、これいいな。ま、あの今まで沖縄市観光協会が出してたあのマップとか、お店紹介のっていうのは、うん、ちょっとあの今まで小屋とか小座とか、うん、中心市街地が中心だったと思うんですよ。でですね、まあ、三里の方とかあの上り川の方とか、うん、合わせの方とか、はいはいはい、割った沖縄シャランバって思ってたかもしれませんけども、うん、お待たせしました、うん、この食堂編すごいです。本当に市内全域すごいすごい網羅していまして、ちょっとあのね、あのちょっと見づらいと思うんですけれども、うんうん、地図を見ると本当に、北
は東南食堂で東南植物園の前の、はい、はいはいはい、そこもありますし、ドカメン上川店とか、あ、はい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 、ギル食堂とかですね。であとは、まあ、合わせの方ももちろんあります。パヤオとかね、うん、米八そばとか載ってますし、あと山里の方にあるだるまそばとか、うん、でもちろん中心市街地の方もね、いろいろな有名な食堂があるんですけども、うん、本当に市内網羅してるので、これはちょっといつもと違うぞと、もういつもと一緒でしょと思ってる方、うん、もう騙されたと思って手に取ってほしいなと思います、はい、いいですね、はい、これちょっと丸つけてクリアしたとこ丸つけて守りたいぐらいですねこれねえ、およろしくお願いします、ね、置いていきますので、またちょっと後でねゆっくり見ていただけたらと思います、うん、でですね、町前編なんですけれども、沖縄市観光協会今街歩きいろいろやっているんですけれども、その中で今回新しいコースがですね、史跡前のところで合わせ地域のパワースポット巡りとか、あと知花城主を中心とした沖縄市の歴史に触れる、であと琉球王朝のドラマを巡るごえくぐすくコース、あとは沖縄市各地に残る史跡聖地巡りということで、ちょっと今までマップの中でもあんまり取り上げられなかったようなところも今回載ってますので、市外から来る方とか、いいですね、はい、これもまた市内の方でも、あ、こういうところあったんだっていうね、ちょっとした発見になるかなと思って、はい、で全部で4種類あります、まあ、夜足尾編はね、自分で本書けるぐらい詳しい方もいっぱいいると思うんですけれども、まあ、こちらもですね、市内のあちこちの、ライブハウスだったりとか載ってますので、結構見やすく作られてるんですよ。やっぱり仕事からいろんなところのマップとかやっぱり手にして見るんですけれども、はい、ちょっと今回本当にいい仕上がりだな、ちょっと自己満足ですが、なんかね、史跡巡りをしたいなとか、はい、食事を中心に食べたい沖縄を知りたいなと思ってる人には、はい、すごいこうピンポイントで、そうですね、抑えられてますね。結構回ると1日遊べちゃうような感じで、楽しそうですね、なんかいいですねこれ、はい、4種類あるのでぜひ全種類ね手にして、で持って、でまた4つあってもそんなにかさばらないのもそうですね、うん、いいですので、ぜひ沖縄市観光協会と古座インフォメーションセンターの方に置いてますので、はい、ぜひゲットしに来てほしいと思います。これ沖縄市役所にも置いてますか？あ、これは今からです。これから、はい、置きますので、じゃあ、ね、年度末忙しいシーズンでありますけれども、はい、それで役所とかにも置いてあるということですね、はい、でまたこれ沖縄市の、まあ、中心市街地だけではなくて、はい、いろんなこう地域の皆さんのお店もこう網羅してるじゃないですか、はい、なぜなんですかこれは？あ、これはですね、うん、やっぱりオール沖縄市みたいなでやっぱり前々からですね、中心市街地だけではなくて、うん、やっぱり沖縄市あちこちね、沖縄市結構広いですので、広いですからね、うん、でいろんなとこにいろんなまた隠れた名店ってありますので、うん、今までずっと紹介したいなと思ってたんですけれども、まあいろいろな、決まり事がありました。あ、今年のテーマはこれみたいなのがやっぱりあるので、で、今年度はですね、あちこちをやっぱりこうピックアップしていこうということで、うんうんうん、それで4種類、まあね、一つにするとやっぱごちゃごちゃするので、あえて分けて、作りました。この方がでも見やすいし、なんか手に取りやすいです。なんか分けて、ありがとうございます、よかったです。この分けてくれた方が自分が今何どこに行きたい何したいっていうのが分かりやすいと思いますね。そうですね、テーマやっぱり夜行く人は昼間のねお店とか、まあ正直そんなにいらなかったりと、でも分けてやれば翌日、まあ、旅行の方だったらじゃあ、朝ごはん食べに行きたいとかね、お昼食べに行きたいって言ったら食堂を広げてみて、で、食堂の近くにどんなとこあるかなって、史跡前を見てみるとか、超いい、はい、でまた史跡前とか町前の方はガイドさんつけてのご案内っていうのもできるので、はい、そちらも合わせて問い合わせていただければと思います、はい、これ全部の市町村こんなやればいいのに、分かりやすくね、それぐらい私今じゃ衝撃というか、 ありがとうございます。だって見た目もあれなんですよ、可愛、はい、いですよね、可愛いし色も色分けされてて、見た目も本当に可愛いし、サイズもコンパクトでいいぐらいだし、なんか見た広げたら地図もね、なんか細かくちゃんと書かれてるし、どこ行けばいいってもパッて見て分かるから、ぜひ、はい、これいいですね、ね、なんか本みたい、本っていうか売られてるやつみたい、じゃあセットで100円ぐらいで、でも100円ぐらいで私買いたいぐらい私感動してる今。
すごい、まあ、これがじゃあ、まあ、フリーでもらえる、はい、ということですね。そうです、フリーでもらえますので、すごいね、今私が今見てるのはうちな食堂編なんですけど、うん、この食堂の場所、はい、ちゃんとこの数字で打たれてるんですよ、1、2、3、4、5と、うんうん、そうですね、はい、これは地図、中の地図に番号がおそらく振られてるんですね、はい、これ書かれてますね、見やすいですね、うん、で字もね、ちょっとあの大きめに作られてるので、はい、見やすい、はい、ちょっと私も目が悪いのでこれぐらいだったら全然見えますね、うん、そうで沖縄市に来る、遊びに来る方ってやっぱちょっとこう上の年世代も上の方が多かったりするので、うん、やっぱりこうユニバーサルデザインというか、うん、はい、どんな世代の方でもね見やすい作りということで、結構ちっちゃいとどうしても字も小さくなりますね、うんうん、これいいな、はい、マジで欲しいわ、まあ、これがまた沖縄市のいろんなところに置かれる、ね、うん、ようになってきますので、うん、はい、手に取って沖縄市を歩いてもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。あの見つけた時は、うん、ぜひ全種類もらってて、食堂ばっかり取っていくとか、はい、ね、これ全部いいですよ、夜のやつもおしゃれな、うん、なんかバッグ紹介したりとか、ライブハウスとかもありますので、これ絶対地元の人もわからない、こんなのあったんだって思うところとか、うん、書いてあると思いますよ、結構やっぱり地図とかそういったのを見ると自分の街のもの、うん、手にしてみると、うん、あ、こういうお店もあるわけね、やっぱり行動範囲ってやっぱ人って限られてると思います、そうですね、うん、なのでこういうの見てあちこち遊びに行ってほしいなと思います、はいはい、さあということで、はい、今日は久しぶりに、沖縄市観光協会の正木ひかるさんに来てもらいました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、よろしくお願いします。うわ、めっちゃいいですね、これ本当に昨日局長がフェイスブック投げてましたね、すごい楽しい。で、インフォにもそんなにたくさん来てないので、ちょっといっぱいは今持ってこれなかったので。めっちゃいい。で、映画祭とかで、うん、結構もう今年からレッドカーペット沖縄市でもやるじゃないですか。で、先輩とか来るときとか案内するのにも超いいですね、これ。今年あれですよ、何が有名なのとか言った時にこれ見て、こういうところがありますよって宣伝できたりも、うん、クリスさんもガイドやって、あ、そうですか、うん、クリス沖縄市応援芸人ですよね、そうそうそう、はい、じゃあ行きます、はい、ありがとうございます、さあ時刻は5時13分を回りました。生放送アジラジ FM 小座のスタジオからお届けしております、はい、まあ、先ほどもお伝えしましたけれども、うん、渋滞がですね、はい、パーカーベニュー前の国道330でもうすでにありまして、うん、なんかこう両方向ともなんか車の流れが悪くなってるようなね、うん、そんな感じで交通量多くなってますね、はい、まあ、今日は高校入試の2日目、まあ、最終日ということで、うん、2教科やって面接終わっての、まあ、もしかすると送り迎えとかの関係で渋滞してるんじゃないか、うん、ということも言われてますけどもね、はい、ラジオ車の中で聞いてるという皆さんも安全運転で歩かせてください、はい、さあ今日の番組のテーマフリーとなっておりますが、はい、ジャビオさんから、お、モーリースイカ玉居酒屋でポパイバターのメニューを見なくなって寂しくなってる皆さん、こんにちは。こんにちは。餅といえばナントゥが好きな私ですが、うん、あ、ナントゥもいいな。エンダーのメルティリッチとオレンジも美味しいんですが、うん、コールスローも好きだな。あ、結構好きっていう人いるね、コールスロー、ね、うん、まだメニューに残ってるかな。最近はケンタッキーのコールスローしか食べてないからな、うん、エンダーのコールスロー食べたいな、うん、そして、トモブンさんからも、このエンダーつながりでメールが来ましたけれども、ね、メルティリッチの話がありましたけれども、はい、なんかね、メルティリッチもそうなんだけども、はい、もっと美味しいのがあるよと。何何何何何？教えて教えて。お便りも届いていますが、ちょっと待ってくださいね。トモブンさんのメールがね、ちょっと複雑にこう絡み合ってて。やっぱよ、みんな食に対する追求するこの心がね、やっぱ。大事ですよ、この食って。衣食住ですからね。衣食住、本当に、うん、もう私ちょっと食の方に偏り伝わりますけど、本当に欲がマジで。まあでもね、ご飯をこう美味しく、うん、美味しく食べるっていうことをね、うん、心がけるっていう、なんかそれぞれの究極を求めてしまう、うん、例えば焼き鳥食べるんだったらこの店デージうまいとか、うん、
なんかもう絶対ここじゃないとダメとかいうのを探したいぐらい、うんうん、この外せないところ、それぞれの究極、うん、いや餃子食べるならこの店って私あるんですよ結構、うん、餃子ならこの店、何ならこの店、うんうん、この店この店みたいなのがあってそれをね教えてほしいな、だからみんなが言うお店を、リスナーさんでもね、もしあったら、わからないお店があったら、そしたらそこに行って食べたいし、実際外せないもの、外せないもの、うん、何食べるとかね、自分が自分いや、まあ、それもね、うん、要はもうプロフェッショナルですから、本当だよ要はね、青の軍団さん、はい、昼間の奥さんの気持ちわかる、うん、俺も長男に電話するやし、うん、だのに富士の携帯電話するってどんなよって思ういやこれあれだと思いますよ、あの子供心理からすると、うん、あい弟だって思って、うん、着信やるの分かるんだけど、うん、かけやすいのお母だわけよ多分きっとごめん自分もやさ正直あのお父さんよりも、うん、お母さんに連絡してしまう、しかも、うん、お父さんにメールすればいいのに、うん、お父さんに用事があるんだよ実際、うんうんうん、お父さんに用事があるんだけどお母さんにあのお父さんに何々って言っといてっていう直で言えばいいのに、直で言えばいいのに、うん、お父さんに何々って言っといてってお母さんに連絡して、お母さんも OK って普通に言う、うんうんうん、お父さんに言えばいいさって言わないから、お母さん分かったみたいな、でもお父からしてみたら寂しいはずね、うん、いやでもどうだろうな、でお母から、うん、お母と連絡が取れなくなったら、うん、お母さんなんで最近元気とか言ったりする直で聞けばいいのにね、あじゃなくては私はどちらかというとお母さん、なるほどなるほど、おなんかやっちゃうな、うん、で電話にさ、うん、うちの弟から着信があるとするさ、うん、嫁が隣にいたら、うん、渡すもん俺嫁に渡すでもしもしって言って要件を聞いて電話を切って、うん、なんてっていう、ドゥで聞いたらしたけどな、なんだろうねこれね、わかでもあるあるだと思うわ、でもなんでかな、うん、まあ、世の男性皆さんそうじゃないと思いますけど、パパはね、うん、そうじゃないと思うけど、うん、比較的多いんじゃないかなと、うん、いやお父さんきっと、うちのお父さん寂しいはずねしょっちゅうさお母さんお母さんしてさ、はい、お父さん好きだよ、デイジお父さん、うん、私言ってるさ、うん、ずっとお父さんのこと大好きだよって、うん、だけど連絡してしまうのはお母さんなんだよね、でお母さんと連絡が取れなくなったら、うん、もう生姜のことに連絡するみたいなまあでもさっきの居酒屋みたいな感じで、うん、2人が電話 したのに A 君に、うん、一方にしかかかってこないみたいなパターンで、うん、かけやすいとかあるさ、あるんだはずね、あるさ心なしか自分のね無意識の中で、うん、そんな感じじゃないですか、うん、まあ、ね、自分が実際そうなったら絶対嫌だけどね、ちょ自分も嫌だけどさいや自分がされて嫌なこと人にするのは楽しいけどね、へこむけどね、へこむけどね、まあね、うん、しょうがないよねこればかりはね、まあ思春期迎えてるお子さんですから、うん、そういうのもあるんじゃないですか、うん、あげさんでごじまたぎこんな番組やる今日はもうフリーですから、もう何がもうあれだよ、このあげさんの話で言うとツイキャスでさ、はい、竹本さん久しぶりなんだけど、こんにちは、あげサンドイッチ食べたことある、私はポテトが好きです、どんちゃん安くて美味しいよねって、うん、もうこんな話されたらもう食べたくてしょうがない、本物があ本物がね、なるほどなるほど、ただね、うん、作れちゃうんだよね、まあ、作れちゃいますけど、うん、作るにあたって一つ悩み事があるわけ僕は、何材料が確保できるかっていうすごい悩みがあるんですよ、だったら買ってきて、ちゃちゃちゃ買ってきたら簡単だわけどういうこと、100円払ったらお釣りが来るから簡単だわけ、うん、そうじゃなくて作りたてのあち高校を、うん、食パンを2枚重ねて、うん、角と角を斜めに切った三角の揚げさんなんですよ、うん、それをビニール袋に入れると、うん、透明なやつ、うん、でこれはやっぱり表面が衣がサクサクって、うん、分かるよ、イメージできる、中のハムとチーズがファッてこうね表に飛び出してきて、うん、その後に覆うように白いマヨネーズが追っかけるっていうそのイメージがあるわけ、うん、それは作ってあげたいな、本物食べたいよでも本物食べたいよ、本物食べて後にそのなんか自分も作れるよとかだったら分かるけど、本物も食べてないからな、だから本物食べてないからさでしょ、再現できたでしょ言われても知らねえよって話だ本当に、まあでもディスナーさんをね、うん、ちょっとこう招待しまして、うん、できたらいいな、うん、でさ一つちょっとモーリー前から思ってたけど言っていい、うんうん、どうぞ、モーリーさんって、うん、結構ファっていう擬音語よく使うよね、ファファ
今も使ってたけどさ、使ってた。森さん好きなんだと思って。何が何が。気になる、なんか珍しい擬音語使うなっていつも気になってた。私ここ2年間ずっとそれを思ってた。口癖？うん。なんかあった時にカンナジなんか擬音語で、なんこんなしてファっていう感じで包まれてとか、ファっていうのが多いわけ。そうですか。うん、お初めて知った。うん、ファって言うよ。ファ。じゃあ今度もし森さんが気づかないうちになんか説明してなんとかでファっつったらほらって言うからさ。なるほど。多分さ、これ僕分析するに、うん、あちょっと説得力で欠けるなっていう時はファを使うわけよ多分。なんか珍しい言葉使うよね。そうですか。なんかあと一個なんかあったんだよな。やばい、引っかかったるな。やばいな。なんかさ。いや、いいんじゃない、オリジナル、オリジナリティというか、う私が残ってるってことは他の人が誰も使ってない言葉だから、はあ、いいんじゃない、ここで使うっていう感じの音よ、音の表現が豊か、珍しい。はじゃなくてファだわけ、ファだわけ、なんかファって包まれてるような、今はなんかファっていう感じが入ってる。ちょっとこれ恥ずかしいんですけど、なんか改めて言われるとこんなこと。何だったかな、でもこの前もなんか、あ、思い出したい、ごめん。やばい、怖いな、なんか怖いですさ。なんかね、プロ野球のプロ野球球団の、はあ、あの話来た、あの野球選手がキャンプで来てたじゃないですか、はいはいはい、その時に毛利さんも見に行ったと、うん、その時にワナンバーの車がいっぱい止まってたっていう表現をする時の、はいはいはい、擬音語が珍しかったわけ。ほう、なんかプーって言ってた。は？唇をさ震わせてた、あのプーってプーって、ラジオで聞いてる人伝わるかな、この私が言ってるプー、うん、プーっていう唇震わすやり方で、モリさんが、うん、ワナンバーがさプーって止まってるわけって言ってた。その時になんかあれって思ったけど、でもこれはモリさんの表現なん、普通だったら私だったらこのワナンバーの車がダーって並んでた、ズラズラって並んでたって、はいはいはい、そう表現するんだよ、ダダーとかズラズラって、多分私だったら表現しそうなんだけど、うんうんうん、多分モーリーさんが見た車のいっぱい並んでたってイメージがだったわけ。でもさ、多分よ、僕が思うに、俺が思うに、うんうん、あの頭の中でいっぱい考えるさ、うん、人って、うん、追い込まれた時によ、うん、その時にプッて言うよ。って考えてってか言うよ。そういうな。結構使ってるさ、じゃあこれさ、モーリーさん、このよくわからない擬音語っていうか、ファーもそうだし、プーもそうだ、プーもそうだし、ファーはまだわかるよ、言葉に出せるから。プーに関しては音っていうか、なんか言葉じゃないじゃん、音じゃんそれって。擬音語でもないよね、なんかなんて言うのかな、書き起こせないさ。ファーはまだ書き起こせる、ファって書けるけど、このプーはなんて言うの、わかる、文章で起こせないじゃん、文字に書けない音でしょ、はいはい。なんかさ、もう面白いなこの人って思ってた。それを今言うんですか。いや、ずっと思ってたから。いつどのタイミングで言うか分からなくなってて、今日ファって言ったらやっぱり使うなっていう再確認できたので、今日は良かったですね。あ、そうですか。いい一日になりましたね。だからよ、これからよ、多分こういうね話を出すことによってさらにね、このアジラジオを楽しく聞けるんじゃないかと、またモーリー言ってるよ、違う楽しみ方を、うん、あ、なるほどね、うん、最近ね、口笛も吹かなくなったしね、モーリーさん一時口笛がね、めっちゃ毛利さんよく吹いてて、あのツイキャスでもね、きたーってなってましたもんね。毛利さん口笛機嫌いいねとかね、よく言われてたんですけど、うん、最近機嫌いいね。機嫌いいねってまたおかしな話だよね。やっぱそれぞれもしかしたら毛利さんの中でのマイブーム的なその時期の、うん、このファーとプーももしかしたら今だけのあれかもしれないし。でもさ、素敵な光景が広がってるとするさ、うん、そういう時もファーって広がってるわけさって多分言わず、あ、それはまだ分かる気がする。あ、分かるわけ。素敵な光景が広がってるはなんかファーって言われたらなんかしっくりくる、もやかかってるみたいなイメージ、私の中でもやかかってるじゃないか、なんか、はあはあ、なんて言えばいいのかな、鮮明じゃないけれども、ああ分かる、あ、うん、素敵なんだろうなっていうのが伝わるんだけど、うん、車でプ
まあ、ちょっとなしっくりこないというかでもなんか面白いなって勉強になりましたねある意味ねちょっとですか、うん、よかったよかった、うんはいHIP さん、はいモーリーさんオエンさんリスナーの皆さんおつにちはおつにちは、大震災から4年になるんですね、うん、今日テレビでやっていたんですがまだ行方不明者が何万人かいるみたいですね、うん、前向きにとか明るくとかっていう人もいますがその身内の人たちのことを考えてみると胸が痛くなります弟子がいつまでも悲しみではなくできるなら少しでも元気になってほしいですね一日でも早い復興を願います、はい、さっきの話ですがあれも結構あるんじゃないですか電話取らんかったのに10分後ぐらいに LINE のタイムラインとかに Facebook とか投稿しているやつはい、みんななんかそれぞれ思うことあるんでしょうね思うことあるんでしょうねで分かるけどさ分かる気がしますそれ、うんうん、あれっていう時ですよねそうですね、うん、これ最近もなんかあったな言われなんか自分の LINE したんだけど、うん、スルーされてるとあ既読する、うん、既読スルーされてるわけで自分はどう思うって言われたからあ忙しかったんじゃないってやっぱ、うんうんうん、既読スルーは、うん、かんなず必ずしも無視してるとは限らないただの無視じゃなくて、うん、本当に例えばね急いでて、うん、でもなんだろうってパッて見て後で返事返そうって思ってるかもしれないし、はいはいはい、必ずしも悪いあれではないんじゃないって確かにってアドバイスしたわけアドバイスというか、うん、いいんじゃないって意見を言ったわけ自分の、うん、そしたらでもさその後普通になんか高速道路のパーキングでなんとかしてるってみたいなツイッターで上げてたわけそっかーってツイッターやっちゃってんだみたいな何も言えなかっただか今ねこれも GPS だったりとか、うん、発信したところが表示されるようになったりとか設定であるさそうなんですよね自分の気がつかないところで知られてるっていうね、うん、そう怖いですね怖いですね、うん、まあでもよこの LINE とかも確かに便利なんだけど、うん、例えば親やんと LINE してるとするさはい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 でそのまま親やんのページであの携帯閉じるとするさ、うん、で親やんがたまにこう、まあ、LINE で僕に送るとするときに、うん、LINE ポンって開いたら既読にもちろんなるさなるなるなる親やんのページだから、うん、あっていうなんていうのなんだろうね後から読もうと思ったけど、うん、あっってこう今返せないんだけど見ちゃ、うん、LINE を開いたときに親やんのページだから、はいはいはい、既読になるさ、ね、もちろんあっ今返事返せないのにっていうだからそういうパターンもだからあるから必ずしもスルーされてるわけじゃないよっていうのを私は ね思ってるんだけど、うん、その後ねツイッター触られたらもうおしまいですよね僕はもう足が出てますねもうね飛び出しましたからね、うん、もうねはい、まあ、ということで、今日はフリーのテーマでお届けしていますけれども、はい、さあここで曲挟んでいきたいと思います、はい、これはね赤いニトンローリーさんからのリクエストということで、うん愛のリクエストが入りました、はいこれハピネスという曲なんですけども、時間まで行こうかな、はい、この曲の後はですね今日の交通情報はちょっとお休みにしまして、はい宮城県にいますアルゴガルスキーさんリスナーさんと電話つなぎをしてみたいと思います、はい、ひーちゃん擬音語ではなく擬態語ではないでしょうかあごめんし頭が悪くてさなんだっけ擬態語ってまあ、そんな感じってことじゃないですか。擬音。擬音は、擬服とかでしょ。あ、違う。ああ、そういうこと。じゃあ、モーリーさんのは、擬音語ってこと。情景を表してるってことなのか、擬態語が。ふわふわとかは擬態語ってことか。ね、やばいね。多分学生時代に習ったはずだけど、忘れてるよね、こんなのね。あ擬音語は、うんめーぶーとかあーじゃーんとかこれが擬音擬音、うん、擬態語はあーたっぷりじろじろフラフラああそよそよさわさわとかさつるつるとかあそういうのを擬態語ってなるほど状態を表す言葉ってことでしょ状態で擬音語は音音へえーうん、難しい。
ルコさん電話したいんだけど、これだと聞いていいのかな。見てこれ、ゲージちっちゃいと思う。何が？携帯普通。モニさん何？私 4S だわけ、私の方が小さいと思う。恥ずかしい、私デイジ一番古い、事務所の中でえっ、ー、って言われるもん。私古い古いタイプのやつ。同じだでしょ、うん、多分これ 4かな。でも最初期ってこれぐらいなんですよ。今がでかすぎるんですよ。今でかいよな、うん、うわ。だから充電器も多分一緒ですよ。ほら今細いやつじゃないですか、うん、私これなんですよ、広いやつ。これもなんですよ、広いやつで。だからよくあるのが充電器貸してってよく言われるんです、はい、iPhone でみんな充電器一緒じゃないですか、はいはいはい、ごめん 4S って言うんですよ。いつも切なくなるんですけど、ごめん 4S。 一応切なくなるけどいいところもあって、うん、充電器貸してって言ったら自分も充電したいのにっていうのが、うん、自分一人だから独占できるっていうのもあるし。そう、全然違うな。全然違う。もうこの際ずっと買いに行こうかなと思ってるぐらいだけど。迷惑メールがひどいな。これでいける？あ、いける。いける。うん。これに。番号わかる？いや、わかんねえな。今調べて。スタジオからもお腹すよ。おう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 。うん。すごい。スタジオから音。エボヤさんのあのアルゴ野郎の声を聞けると。アルゴ野郎、アルゴ野郎って。だし。ユーストリームからもこの音が聞こえてるってことになるんですよね、じゃあ。そう。まあ、ちっちゃいだからいいかな。あ、配信されてないっぽい。ほんとだ、やば。あ、ちょうど30分経ったからかな。切れたか。あ、切れましたって。さっきも待ってたんだよな。なんか、サーバーとの接続が切れましたってたまになるんですよね。アジラジの最初の時もこんなって一応カチカチってやったりして直ったんですけど、あ、できた。さあ時刻は5時33分を回りました。生放送アジラジをお届けしております。まあ、このコーナー、ね、この時間はですね、地域密着、はい、道路交通情報の時間ですけれども、うん、まあ、今日は、3月の11日、うん、東日本大震災が4年の日ということで、はい、今日はですね、あのリスナーのアルゴガルスキーさんが、はい、宮城県に、まあ、実は昨日から行ってまして、はい、で FM コザの番組への提案ということで、うん、朝の放送マイオアシスとこのアジラジに電話中継をして現地のこう様子をちょっと伝えていきたいなというお願いがありまして、もちろんね、現地の様子って僕らもリアルな声って拾えてませんから、聞いてみたいなって思いがあるんですけれども、今日ですね、その向こうの現地にいるアルゴガルスキーさんにお電話をねしまして、はい、声つなぎをしていきたいと思います。ただちょっとね、今時間がかかってまして、分かり次第またね、繋いでみたいと思います。はい、さあ、アジラジ、今日の番組のテーマはですね、フリーとなっておりますので、皆さんのフリーのメッセージお待ちしております。はい、E メールアドレスはこちらです。761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp までよろしくお願いします。
今日はフリーでお送りしております。道路交通情報のコーナーが今日はなくて、うん、アルゴさんからの中継ということになっております。宮城県かな？宮城県。さあということで今お電話つながったみたいなので声聞いてみたいと思います。はい、宮城県のアルゴガルスキーさん。あ、聞こえた。もしもし。聞こえますか？聞こえますか？聞こえます。聞こえます。アルゴです。さあ、アルゴさん。こんにちは。こんにちは。はい、まさかこういう形で、うん、ラジオでね、一緒すると思わなかったですけれども。そうですね。昨日、宮城県にこう着いて、うん、はい。まあ、今日2日目ですが、今、お天気とか、はい、周りの様子いかがですか？宮城県は今日は1日、最高が5度で最低がマイナス2度っていうことで、うん、今はマイナス1度ぐらいで雪降ってますね。うわー、そうなんだ。うわ、寒い、うん、寒いは寒いですよ。うん。で、まあ、昨日からこう現地に入ってると思いますけれども、はい、でそこでアルゴさんもいろんなこう試みを やられているじゃないですか。はい。どんなことやってきましたか？あ、自分は朝のマイオアシスに出た後に、うん、すぐにちょっとテレビとかでやってた渡里町っていうところの荒浜地区っていうところがあってですね、はい、そちらも津波の被害を受けてるところなんですけども、はい、そこはちょっとテレビ通りじゃないですけど見ていこうかなと思いまして、うん、今日はちょっと南側仙台市から南側に向かってたんですけども、うん、そこで車を走らせていったんですが、うん、最初田んぼなのかなと思ったんですけど、うん、後から聞いたらもう田んぼみたいにも全部何もないような感じで、田んぼではないっていうことですよね。だから田んぼではないです、ね、けど田んぼかなって思うぐらいだったってことだね。そうそうそう、もう荒れ地っていうか、はい、それでなんとなく走らせたちょうど、うん、ポツンとなんか人がなんかやってるんで近づいてみたらですね、なんか鎮魂の石碑みたいのがあってですね、うん、はい、そこで花とか置いてからなんかうとうとみたいなことしてて、うん、話聞いたら、はい、今日 3.11 だからっていうことで別のボランティア団体が桜の木を植えるっていうことで、うんうんうん、それをちょっと見ながら話したら沖縄から来たんですよって言ったら、はい、そこの地区なの他のバランス町を盛り上げる会というか、うんうん、この地震の現状を伝える役目をするボランティアの方がいて、うん、後から事務所来てよって言って後で話するし自主制作のなんか DVD があるっていうことで、はい、後で来てねっていうことで話をしてちょっと時間かかるからっていうことで自分は近くの市場とか行ったり、うんうんうん、ちょっと温泉入ったりとか、うん、他は周りはないんですけども唯一残ってる建物というか、うん、そこからまた改めてスタートしようみたいな建物があってそこが市場と温泉で そこに行ったんですけど、だこの今日のこの、2時46分の時って、はい、まあ、黙祷も全国的にやったと思うんですけども、うん、その宮城県のアルゴさんが行かれているところでその時間帯っていうのはどんな感じでしたか？あ、このボランティアの人も代表しか行かなくてですね、うんうんうん、その前に食堂にいたんですけどもなんかそこまでなんか慌ててる感じではなくてですね、うん、で自分は渡里中学校っていうところの式典があって、うん、そこの方にギリギリ参加できたんですけどももう何千人っていうわけじゃないんですけどやっぱ大きい感じの式典で知事とか議員とかも来てたんですよ、はいはいはい、なかなか大きくて日本総理とかが出てるテレビ番組とも中継して、うん、大きいテレビも2つスリーというんですかね、うんうんうん、で舞台にはもう献花台というか、うん、本当にすごく大きな感じの式典でした。気温もこう寒いということなんですけどもアルゴさん自身体調どうですか？自分は大丈夫ですよ、うん、温泉も入りましたし温泉も入ってでまたフェイスブックで情報見たんですけども、うん、美味しいものもこう結構食べられてるみたいですね。そうですね、うん、
まだ牛タン食べてないんですけど。じゃあこれから宮城の牛タンを。はい、あ、食べようかなと思ってます。まあ、昨日この、宮城に入ったと思うんですけど、はい、沖縄から、まあ、言えばこの宮城に行く方々、まあ、被災地に行く方っていました？あの沖縄の人で。あ、結構来てたみたいですよ、石垣島からも。ほん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 。話を聞いたら、うん、全国から来てるっては言ってましたね。でもこの期間に来てるのは珍しいらしくて、みんなありがとうねみたいな感じで自分に言いましたね、沖縄から来たって言ったら。でまたあのアルゴさんも本当にあのこの現地の皆さんの声を届けるということで、はあ、まあ、歩かれてる皆さんにこう声をかけてあの話を聞いたっていうこともお伺いしたんですけども、はあ、その辺いかがですか？昨日の夜も今日の朝も一応街頭アンケートみたいに形でしたかったんですけども、うんうん、仙台市内テレビでも言ったんですけど、あの復旧復興っていう形で仙台市は全然あまり被害は少なかった方で、うん、なんか気持ちがちょっと格差があるというか、そういうのもあるんですね。あんまり答えてくれないというか、答えてくれてもちょっと遠目から見てる感じのことをアンケートでは書いてる感じだったんですね。一応はあの実際こうアルゴさんがこう現地についてなんか思ったこととか感じたことってありますか？まだまだ本当に津波にでダメージを受けた地区は全然まだまだだなと思いました。これって自分たちやっぱ沖縄にいたら気づかない面ですよね、そういうのって。そうだね、あとこうテレビでこう報道されている映像と、はい、で実際こう宮城に行ってでまた思うことって違いとかってありましたか？まあ、全部が全部じゃないかもしれないですけど、ちょっとショック、びっくりしたのは、このボランティア団体の中の方4人ぐらいにアンケートもらったんですけど、25歳の方がもうなんかちょっと暗い感じでしたね。もう悲しい、4年前と今は長かった早かったっていうことなんですけど、もうとりあえず長かったのか少し悲しくなるとか、で大変なこと、困ってること、仕事、金銭的なこととか、そう結構なんか地元の若い人も、まあみんながみんなじゃないと思いますけども、やっぱ落ち込んでる人もいるんだなと思いましたね。それなりに、まあ、こう実際あのアルゴさんがこう現地の人とこう話してて、まあ、多分アルゴさんなりのこう思いも伝えたと思いますけれども、今回ねこうやって宮城にこう行こうと思ったきっかけというか、ずっとフェイスブックで僕はあの情報というか目にしてて、で何かこう世の中のためになることないかなっていうことを探してるっていう話をねずっとこう聞いてたんですけども、実際こう、まあ、昨日現地に行くっていう行動にしてるじゃないですか、こうそこの行動に至るまでのなんかこう気持ちってどうだったんですか？とりあえず葛藤はあったんですけども、まあ、旅費にしても休みにしても、いろいろ都合が合うのか合わないのかいろいろ悩んでたんですけど、ちょっと今しかないのかなと思っていろいろ自分の今の生活とかも考えたら、ちょっと何かのきっかけになって自分自身にもきっかけにならないかなと思いまして、チャレンジじゃないですけど気にもなってましたんで、それで思い切って行動に移した感じですね。そうなんですよね、その旅費を少しこう削るっていうことで、まあ、食事だったりとか、結構削ってましたもんね。多少、はい、まあ、飲み会に行く回数も減らしたりだとか、この一品二品頼みたいところも、ね、抑えたりとか、いろんなことやりながら旅費を賄ってみたいなね、ところもありましたけども、さあ、あの今後のアルゴさんですけども、まあ、今日のこの後だったり明日明後日あの滞在期間というのはいつまでですか？金曜日の夕方に帰ってきますね。金曜日の夕方、はい、じゃあこれからの日程、まあ、のスケジュールってどうなってます？夜は一応も観光に来てるんで、ちょっとまた居酒屋なりどっか遊びに行けるんだったら、行こうかなと。
今ちょっとあの仙台市、あ、仙台城後に来たんですけども、うん、閉店しちゃって、うん、駐車場で途方に暮れてたところ、うんうんうん、そんな感じで一応だからもう戻って車を置いてちょっと街を歩こうかなと思ってます、うんうん、あのメールも、うん、北側に行こうかなと思います。北側、うん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 、大川小学校跡地と、うん、あの女川町でしたかね、うんうん、もう復興のトップバッターみたいな感じで、うん、若い人が積極的にやってるところがあるらしくて、うん、見れたら見て、あと復興マルシェも行ってみたいなと思って、うんうん、そんな感じですかね。さあ、アルゴさんか、あのトモブンさんからですメールが来てまして、アルゴさんへということで、トモブンです。アルゴさんが体験した話は帰ってからも沖縄の皆さんにこう伝えてくださいね、帰りも気をつけて。というかなかなか現地に運ぶことなんてできないよ、アルゴさん偉いよということでコメントも入っておりますよ。ああ、ありがたいです、ありがとうございます、トモブンさん、はい、まあ、あの来てまだ、ね、2日目で今後もまたスケジュールがあると思いますけれども、うん、はい、多分マイナスの世界なのでちょっとくれぐれもね風邪ひかないように。そうですよ、それが一番ですよ、うん、そうですね、やっぱ沖縄はまだ雪降らないんで滑るっていう可能性もあるんで気をつけてもいますし、うん、状況が違うんで、はい、いろいろ気をつけてやっていこうかなと思います、はい、うん、じゃあまたあの金曜日までね、あのまあ金曜日に帰ってくるということもありますけれども、また明日もね、はい、少しこう時間があれば電話つなぎをして、はい、ああ、またその後の話もよろしくお願いいたします。ああ、大丈夫だと思います、はい、わかりました。それじゃあまたあの明日もね、あの時間を見つけてお電話したいと思いますので。あ、わかりました、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、お疲れ様です、はい、さあということで、うん、ラジオネームアルゴガルスキーさんと、まあ、お電話つなぎということで現在宮城県に行ってるわけですけどもね、はい、うん、あの先ほどのトマブンさんのメールでもありましたけども、うん、実際にこう行きたいなとか、うん、どうにかしたいなと思っててもなかなかこの今の生活のねフィルターにかけて透かしてみたときにできることで限られてるんだけど、はい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 、まあでも何か引っかかるものがあったからということで行ってみようということでね、うん、実際にこう現地に向かってますけれども、うん、まあ、またね、昨日からまた今日でまた今日から明日にかけていろんなところでいろんな人に会うと思いますので、うん、その辺のお話もね含めて、はい、また明日以降もちょっとお伺いできたらいいなと思います。はい、アルゴガルスキーさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう今ねこうやってユーストリームとかさ、うん、そのネット環境が整っていけばどこでもこう自分で発信ができるから、うん、そうですだなって今改めて感じましたね。うん、うん、でこの、まあ、東日本大震災の、まあ、震災を受けて、うん、防災のところもね、うん、もちろん沖縄市もそうですけれども、うん、何かあった時のために、まあ、今日テレビ出てましたけど、うん、あのライトと笛がセットになってるやつとか、うん、そういうものを常備しておくのもいいですし、うん、保存食、はいはいはい、何かあった時のための保存食をちゃんとこう自宅のルールとして決めて、うん、置いておく、うん、でも沖縄の場合台風がありますから、はい、その台風に備えてももちろんいいけども、うん、でもいつ何時何が起こるか分かりませんからね、地震がね、うん、起こるかっていうのも分かんないことなので、はい、まあ、この震災をきっかけに、うん、まあ、今日一日が本当に4年の節目ということはありますけれども、うん、また明日以降も、うん、今日思ったことを、ね、はい、またこのアンテナに自分の中で設けてもらって、うん、日々の生活の中でねできることをやっていただきたいなと思いますね。はい、さあということで、今日はまた特別でフリーでお届けして、うん、ドキュメントみたいでなコーナーでしたね。でもね、実際このリスナーさんがさ現地に行ってっていうの、うん、なかなかないと思いますよ。すごい、アルゴさんすごいと思ったマジで。ね、うん、すごいね、うん、自分のさ生活を切り詰めてさ。本当そうだね、うん、だってボランティアでね行ってね、うん、なかなかできることじゃないですよ本当に。一人でまた一人で行くっていうね、うんうんうん、すごいですね。あの北中城さん、うん、まあ、この前も新聞載ってましたけども、はい、寄り添いたいって言ってから、うん、その震災が起きた時からもうずっとこの4年間かな、うん、はいはい、炊き出しに行ってる、まあ、チームがあって、はい、でこの皆さんなんかも普段仕事をしてるんだけど、うん、はい、その仕事をしてる中でこの限られたメンバーで炊き出しに行ってたみたい。
へえすごい。でそれで、うん、あの一時期は、うん、なんかこうやっぱり震災直後だから、うん、いやいやみたいなちょっとこう、うん、思ったような態度対応というか、うん、表情じゃなかったんだけども、うん、あんたなんかはもういろんなこうボランティアがやっぱ来るんだってその被災地に、うん、来るんだけどあんたなんかはもう別に我々がね何も言わないでも、うん、もうしょっちゅう来ると、うん、で炊き出しをしてくれるっていうことですごいもうありがたい、うん、嬉しいっていうことをこう向こうの人が言っていただいて、うん、でやっぱりすごいこう歓迎も今もちろんされてるし、うん、助かってるっていう話をね、うん、ずっとこうやってたんですよ、うん、でこれがまたあの北中城のこう寄り添いたいっていうね、はい、チームでありますけどもそこにやっぱり参加したい一緒に加わって活動したいっていう人も増えてて、うん、でそこで寄り添いたいでこう現地に行った子が、うん、将来に向けてあ、うん、自分こんな仕事がしたいとか、夢につながったんだ。そうそう夢につながったすごいちょっと今鳥肌立ってるよしてたからすごいやっぱね根底にあるのは誰かのためにっていうのが仕事だと思うからこういうことがきっかけでね、うん、沖縄でも救われてる人もたくさんいるんだなと思いましたね、うん、はいということで、この後まだまだ FM 小沢生放送ありますけれどもね、はいまたこの後も聞いてみてください、はい、さあ水曜日のお時間はこの辺でエンディングですが沖縄吉本さんからはですね、はいもういよいよハピナハハピナ最後の最後でハピナパっていうハピナ ハ, ハ, ピナハ、はい、明日からオープンです。これ何時からとかがちょっと待って待って、まあ、オープンするので 朝ですね、うんうんはい、ぜひ皆さん沖縄花月、うん、お化け屋敷もあるので見に来てください、うんはい、お化け屋敷10時半だったかな、うんうん、からやります。ぜひよろしくお願いします。私いるので会いに来てください。これ多分ね初日だからさすごいいっぱいするでしょうね。いっぱいだろうねきっと。でもこれってみんな分かるのかな。知らない人も多分まだいると思うのでこのラジオ聞いていきたいなと思った方は、うん、ぜひねまだ平日っていうのもあるから、うん、仕事とかねある人もいるかもしれない。この週末オープン今日と週末とかすごそうだね。なんかそうだね、しばらくは、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。また新しい那覇の観光スポットの、うん、観光スポットの目玉になりそうなので、うん、こちらもチェックしてみてください、はい、さあ今日のエンディングの曲はマイケル・ジャクソンのナンバーで Heal the World。 この曲を聴いてお別れとなります。ここまでのお相手は DJ モーリーとおやんでした。ありがとうございました。急に睡魔が。しかも数年ぶりにヒール履いてる。履いてるか。足が。エレベーターの時？あの制服。お化けって言っても普通のカリウシウェアみたいな感じの格好なんですけど。うん。の生地の。あ、足の。結構足がもうあれできてます。靴ずれ。2日で。足首のところ。し、ダメなんですよねヒールとかあんまりもう履かなくなってこんな格好です。ああ、怖いね。こんな格好なんですよ。足が痛くて。